こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早くケリをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。ヒヒ。使わせてもらうぞ、貴様を。はあ。ん？やはりそうか。ベジータさん、あんなやつに操られないで。ベジータ、しまった。いいぞいいぞ。ではいいところで戦わせてやろうか。パッパラパー。ここは武道会場。なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんという奴だ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんな奴は初めてだ。まあ別にいいけどね。おい。バリブロック。逃げろ。ベジータ。さあ、俺と勝負しろ、カカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったらバビリーの思うつぼ、エネルギーを吸収され、確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。ベジータ、君をオラに本気を出させるためにわざとバビリーの術にかかり、自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに、邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなことだと。この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビリー、周りに誰もいない場所に帰ろう。オラ、ベジータと戦うことにした。おあつらえ向きのいい場所だ。そう思わんか、カカロット。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。さすがだな、
あの時のご飯以上のパワーくわこりゃ早く終わりそうにはねえな。バビディの洗脳によって強さを手に入れたベジータと悟空はこれまでの因縁に決着をつけるように全力で戦っていた。戦いの最中、二人は突然現れたとてつもなく巨大な木を遠くに感じ取る。巨大な木の正体が復活した魔人ブーだと悟った悟空は戦いを中断してブーを倒そうとベジータに呼びかける。悟空が戦いに集中できないと判断したベジータはその提案をやむなく受ける素振りを見せるが、それは悟空を油断させるための嘘であった。ベジータは悟空の不意をついて悟空を気絶させる。そしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの落とし前をつけるためブーの元へ一人向かうのだった。あー、싸우는 장면이 없네 오공의 베지터가